おはようございます。今日のお話しさせてほしいのは、また気づいたことが明確になっていい感じで落とし込まれてきそうだったんで、それをシェアさせてもらいます。これを自分が今お話しすることを聞いて、あなたの生活にインストールすると生きやすくなります。いつもそんなこと言ってんなで、これは習慣と変化、こちらは対立軸にある。なのでどちらもいい塩梅の時に使い分けていきましょうっていう話ですね。自分普段から言ってるじゃないですか、習慣の力がすごい強い。ていうか、習慣の力が強いというか、習慣を作る力というか、作るスキルが、まあ、高いのかなって自分で思ってます。昔からなんだろうね、多分。なんかこれは、昔からか途中から、まあ、もちろん組み込まれたっていうのもありますけど、依存症になりやすいっていうのと、習慣になりやすいっていうのも、まあ、これは、両面あるじゃないですか。依存症にめっちゃなるんですよ。悪い習慣の方が依存症の方です。依存性があるって方です。で、良い習慣の方っていうのが、良い習慣っていう方が、まあ良い習慣か、そのままですね。うん、っていうのがあるんですよ。いいことも悪いことも続けられるっていうのがあるんですね。で、そこで、習慣をやりまくってると、デメリットもあるんですよ。うん。それは、柔軟な自分を発揮することができなくなっちゃう。よく言ってんのが、自分はずっと YouTube を一人で撮ってました。誰かとコラボとか全然してこなかったんですよ。で、ゆうやと出会ってから、ゆうやが、この人とコラボした方がいいんじゃないですかみたいな感じのことを言ってくれて、やだなって思ってて。でも、やってったら、いい感じになってたわけですけど、そこで、自分一人でやっていることをコラボとかしていくっていうことは柔軟な自分じゃなきゃできないんですよ。習慣で自分一人でずっと毎日のように投稿してきましたけど、そこの柔軟力が全然ないんだなと思ってて、最近はその柔軟になる自分を作ったりしてて、コラボとかもしてた。で、コラボばっかをやっているのも、なんだ、いいことでもないっていうことに気づいたりするわけですよ。で、自分のところに戻ってきたりする。それはだから習慣を作ったりする自分ですね。簡単にまたいつも言うならば、インドアが習慣力で、アウトドアが柔軟力みたいな。柔軟力、あれ俺最初なんて言った？習慣力と変化か、だから柔軟だな。習慣力と柔軟力、あ、いいですね。これ習慣力と柔軟力、これが必要でだねと。習慣を作りすぎるとね、もうまとめます。ごめんなさい。分かりづらくなっちゃうから。習慣を固定化しすぎると柔軟さがなくなっちゃう。それ、いかんって思ったんですよ。でも柔軟になりすぎると習慣が作れなくて、コツコツができなくなっちゃう。どっちも重要じゃないっていう話なんですよね。最近ずっとこっちになるんですよね。うん。こういう感じの思考回路ができてきた。どっちも必要。でもどっちかをのスキルを上げるときには、どっちかに振らなきゃ難しいと思うんだよね。一個のことに集中して習慣だから、習慣を作りたければ習慣力を高めるような、毎日何かをする、コツコツやるみたいな。で、柔軟力を作りたければ柔軟にいっぱいなんか外に出まくったりするみたいな感じのことで、俺は習慣力はもう完全に根付いてるわけだから、今柔軟力も必要だっていうことで、外に出たりだとかコラボしたりだとかってすることをしていくとっていうところですよ。習慣力と柔軟力、これ武器にすると絶対強いと思います。取り入れてみてください。自分は今取り入れようと思ってやってます。はい。あ、で、これがね、最後にも言いますけど、このここにあるのは、なんでここにあるとかわかりますか？これは柔軟力が発揮した技ですよ。ソファーをずらしました。こっちからこっちにしたんです。はい。これも一つ柔軟な自分。なんか、いつもあるものがそこにないと気持ち悪いっていうのを、キュッて
変えちゃおうと思って、柔軟にしたいからっていうので、こうなった。これやってみると気持ちいいの。うん。刺激的。では、ごきげんよう。